外洋海軍、地域海軍、外洋海軍、ブルーアウォーターネイビーは、外洋の深海上を横断して、世界的に活動できる海軍である。実際にその海軍力を構成するものの定義は、様々だが、広範囲での正海権を行使する能力が、必要とされる。また、地域海軍や沿岸海軍と対比される、海洋地理学の用語でもある。公的な言説では、外洋海軍の能力は、 戦艦や巡洋艦、航空母艦、原子力潜水艦といった象徴的かつ重要な艦艇の運用と同一視される。例えば、オーストラリア海軍がメルボルンを交代すべきかどうかという1970年代の議論の中で、元海軍長官はオーストラリアがその最後の空母を交代しなければ、もはや外洋海軍を要することはなくなるだろうと述べた。結局オーストラリアは、 新たな空母を購入しなかったが、議会国防顧問だったゲリー・ブラウンは2004年にも、オーストラリア海軍は、効果的な外洋海軍だと主張することができた。冷戦終結に向けたソ連海軍は、潜水艦やミサイル艦、長距離爆撃機に代わり、最小限の空母を有した外洋海軍のもう一つの例である。洋海軍の能力は、海中、海上、そして、 空中の脅威からの戦力の防護と持続可能な広報支援を意味し、戦力投射の射程内にて持続的なプレゼンスを可能にする。真の外洋海軍の特徴は海上での補給遂行能力にあり、補給艦の収益は海軍の外洋への野心の強い兆候である。しかし、外洋海軍は他国の宴会に戦力投射できる一方で、 能力の劣る部隊からの脅威にさらされやすいままでもある。射程内の戦力維持と平坦には高いコストを要するため、地上配備の航空戦力や地対地ミサイル、通常動力型潜水艦、あるいは高速沿岸攻撃艇のような非対称戦術を用いることで、その展開戦力よりも攻撃上の利点があるかもしれない。この脆弱性の一例は2000年10月に、 アデンで起きた米韓コール襲撃事件である。外洋海軍という用語は個々の艦艇の能力と混同してはならない。例えば地域海軍の艦艇は短時間であれば外洋で運用できる。多くの国は豊富な海軍資産を有しているが必要とされる持続可能な兵隊維持能力に欠けている。それらの中にはソマリア沖の海賊対策パトロールのような 外洋展開における統合任務部隊に参加しているものもある。辞書の定義によれば、外洋海軍の能力とは、自国の母港から遠く離れた航海場で運用可能な遠洋航海する艦隊を指し、世界中で活動するものもある。2012年に刊行された、シーパーザアジアパシフィックにて、ジェフリー・ティル・パトリック・ C ・ブラッドン領教授は、ブラウンウォーター、グリーンウォーター、 ブルーウォーター、それぞれの海軍の定義に関して、彼らが、簡潔な基準と呼ぶものを次のように解説している。沿岸、部を防衛する能力がある海軍を表す、ブラウンウォーターネイビー、地域的海域にて運用する能力を持つ海軍を、グリーンウォーターネイビー、そして新海上を横断して活動できる海軍は、ブルーウォーターネイビーとして類型化される。しかし彼らは、 このように海軍の序列を定義し理解しても、まだ曖昧であると続けている。例えば、フランスとアメリカ合衆国は優秀な外洋海軍を要すると、みなされるかもしれないが、両海軍の作戦能力と地理的範囲は明らかに異なる。と述べている。別の定義では、ブラウンウォーターを海岸から100海里以内の沿海域だとしている。また、 グリーンウォーターは100カイリ沖から隣接する主要な地形までであり、ブルーウォーターは海岸から少なくとも1500カイリ沖以上にて戦力投射する能力を指すという。伝統的に海岸から200カイリまでの海域で活動する沿岸海軍と外洋を航海する外洋海軍とは区別されていたが、アメリカ海軍は沿岸海軍に代わって新たに 地域海軍という用語を作り出した。現在の沿岸海軍は、主に河川における戦力として知られるようになった。しかしそれにもかかわらず、用語の合意された定義はない。歴史的に、そして現在まで、補給船の伸長や修理施設の提供のため、かつ母港が提供する能力を超えて、艦隊の効果的な打撃力を強化するために、外洋海軍は、 海外基地を建設する傾向があった。一般的にそうした基地は潜在的な紛争や国益に対する脅威が発生しうる地域に配置されている。例えば第二次世界大戦以降、イギリス海軍はペルシア湾での作戦のためにバーレーンに軍隊を駐留させ続けてきた。海外基地の軍事的重要性と価値は主に地理的位置に左右される。狭いな あるいは閉ざされた海のチョークポイントに位置する基地は、敵勢力のシーレーン付近やその打撃距離内に位置する場合、高い価値を有する。しかし、前進作戦基地にも同等の価値があり、真珠湾海軍基地は、アメリカ海軍にとって、太平洋で前進するための玄関口として、機能している。以下は、様々な国防の専門家や学者によって、 外洋海軍であると評されている海軍の例である。中にはその能力をうまく利用して、公海上での支配権を行使し、そこから他国の宴会へ戦力投射した海軍もある。しかし、外洋海軍の定義について、当事者間では合意されていない。空母、両年中国海軍はその能力に関して様々な評価を受けている。ジェームズ・マルベノン博士は、 アメリカ海軍研究所での執筆にあたり、中国海軍は、まだ主にブラウン及びグリーンウォーターネビーであると考え、遠洋航海可能な艦隊を目指す中国海軍の野望の主要な欠点として、補給と兵坦の問題を強調した。この見解は、ピーター・ハワース、ティモ・キバマッキー、デニー・ロイ、バート・デッセインらをはじめとする多くの学者によっても、長年にわたって支持されてきた。 その外洋海軍への野心は特にアメリカが州国議会やアメリカ国防総省から大きな注目を集めておりどちらもその主要目標が第一、第二列島戦における戦力投射であることを認めている2013年の米議会への報告書の中で国防の専門家は中国は今後数十年間でイギリスが1982年にフォークランド紛争を起こしたように 世界中で戦力を投じる能力を獲得するだろうと主張している。一方で、イギリスの海軍主やであるジェフリー・ティルやデビッド・シャンブーなど、中国海軍が地域海軍から限定的な外洋海軍に移行したと考える者も,もいる。トットとリンドベルの分類法によれば、中国海軍は地域的戦力投射海軍である。また、防衛白書によれば、 沿岸から1500海里以上の遠方海域を制圧可能な能力を目途にしているという。2008年以降、中国海軍はアデン湾、特にジブチ保障基地を拠点に海賊対策任務を実施しており、2019年12月には初の国産空母となる3頭を収益させた。原子力空母、シャルル・ド・ボール、フランス海軍は様々な専門家や学者によって、 外洋海軍であると認識されており、トットとリンドベルイの分類法によると限定された地球規模の戦力当社海軍である。しかし彼らはまた、フランス海軍は下降傾向にあり、将来その地位を失うかもしれないとも考えている。フランス海軍は、エローナバルグループとして知られるその主要な遠征任務部隊の中核を成す、原子力空母、シャルルド・ゴールを運用している。 これに加え、レグループはマフィービーとして知られるミストラル級強襲揚陸艦を中心とする第二の揚陸部隊を保有しており、どちらの艦隊もフォース D、アクションがバレエの一部である。潜水艦部隊は弾道ミサイル搭載原子力潜水艦4隻と艦隊付けの原子力潜水艦6隻を運用している。また、カリブ海のフォールドフランスからインド洋レユニオン島のルポール、 太平洋のパペーテ、南太西洋や西太平洋を含む、その他複数の地域まで、世界中に海軍施設のネットワークを保持している。その作戦任務には、フランス国外における国益の保護や多くの海外領土の安全保障が含まれており、世界中で継続的任務を担っている。空母、ビクラマーディティアインド海軍は1961年以来、 空母の運用能力において長い経験を有していることからアジアの海軍の中では独特である。ジョージ・ J ・ギルボーイと政治学者のエリック・ヒジンボトムによればこのことがインド海軍にその地域における優れた戦力投射能力を与えているという。また、トッドとリンドベルイの分類では他地域戦力投射海軍とされる唯一のアジアの海軍でもある。クレッグ・ライアンは カンサルティンシー、アフリカインテリジェンスのための審議文書にて、近年インド海軍は、ブルーウォーターにおける世界的戦力として、当角を表してきたと主張している。2007年の、マリタイムケーパビリティパースペクティブ計画にて、当初インドは、外洋能力の発展方針を示しており、海軍の優先事項は、インドの戦略的利益地域における戦力の、当社であった。それ以来、 ケルシア湾及びアフリカの角からマラッカ海峡までにおけるプレゼンスを拡大し、同海域における海賊対策任務や多国海軍とのパートナーシップ構築を日常的に実施している。また、南シナ海と東シナ海及び地中海西部にて2から3ヶ月にわたる所定の展開を同時に実施しており、マダガスカルに超音章も有する。2017年3月の ビラート、退役後は、ビクラマーディティアを中心とする単一の空母機動部隊を運用している。しかし、2020年頃に収益予定の新空母、ビクラントが浸水しており、インドはその空母二隻体制を回復させつつある。また、ドック型揚陸艦、ジャラシワを保有しており、アクラ型原子力潜水艦一隻をロシアからリースするとともに、 国産開発の弾道ミサイル搭載源泉、アリハントを現在運用している。空母、アドミラルクズネツォフかつてのソ連海軍はアメリカ海軍に匹敵する戦力を維持していたが、冷戦終結と1991年のソビエト連邦の崩壊による予算不足からその海軍力は大幅に低下し、1990年代後半まではロシア海軍の遠洋航海能力を示す目に見える。 証拠はほとんどなかった。海軍の野望がその対象範囲を広げ、大規模な外洋海軍の再建を目指したのは2007年のウラジーミル・プーチン政権下のことである。今日のロシア海軍はトットとリンドベルイの分類では他地域戦力当社海軍とされ、ジェフリー・ティルも外洋海軍だと評している。アナリストらは冷戦期には北。 大西洋での潜水艦作戦に重点が置かれていたのに対し対等する中国やオバマ政権のアジア太平洋政策が潜在的脅威となる太平洋地域へロシアの戦略的重点が移行していると指摘しているロシアはシリアのタルトゥースにソ連時代からの補給整備施設を有する唯一の海外海軍施設を維持しているこの施設は 地中海に展開するロシアの艦艇に技術的整備と平坦支援を提供する。2008年以降、ロシア海軍の活動は主に大西洋、地中海、カリブ海、そしてインド洋で顕著に増加している。空母、クイーン・エリザベス・イギリス海軍も多くの専門家や学者から外洋海軍とみなされており、新しい艦艇でその地位を固める可能性が高い。 イギリスにおいて、そのような軍隊を表すためよく適用される用語は、海上遠征能力を有する海軍である。世界各地で、継続的に多くの任務を支援し、統合遠征部隊として知られる、遠征任務部隊を維持している。潜水艦戦力としては4隻の、弾道ミサイル搭載原子力潜水艦と7隻の艦隊付原子力潜水艦を運用しており、これらは、 世界規模で運用されている。さらに、イギリス海軍補助艦隊は作戦を支援し、揚陸能力を増強する米型補助揚陸艦など、多数の艦艇を有する。イギリス海軍の任務は戦闘のほか、遠洋航海の実施、海洋秩序の維持、紛争予防と抑止であると、アメリカ海軍大学校は認識している。このように、イギリス海軍は、対戦及び、対空戦においてその、 世界的で高度な統制維持が戦略的に重要だと考えている。また、第二次世界大戦以降は、朝鮮戦争、フォークランド紛争、湾岸戦争、シエラレオネ内戦、アフガニスタン紛争、イラク侵攻、2011年リビア内戦への介入など、その遠征能力の多くの例を実証してきた。原子力空母、ニミッツアメリカ海軍は、専門家や学者から、 海洋海軍とみなされている。すべての海洋において同時に活動できる世界的な外洋海軍とされており、他の戦力投射型海軍とは一線を画している。ニミッツ急行空母艦及びジェラルド・アール・フォード急行空母艦を中核とする1一の空母打撃軍を維持し、そのうち艦隊対応計画に基づき30日以内に6つが展開あるいは展開準備され、 90日以内に2つが展開準備される。これに加え、揚陸艦に海兵隊航空団を備えた海兵遠征部隊を要する9つの遠征打撃軍の継続的配備を維持している。軍事海上輸送司令部は、この種のものとしては世界最大であり、軍事輸送と艦船補給を世界各地で担当している。アメリカ海軍はその概洋戦闘能力の無数の 例を示すとともに、世界の沿海域に戦力投射し、平時には前線展開し、地域的危機に迅速に対応する能力を有している。第二次大戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争、アフガニスタン紛争、イラク戦争などがその例である。また、アメリカ沿岸警備隊は厳密には海軍ではないが、世界中の海域へ、 展開可能な概要舞台でもある。ありがとうございます。